ごきげんよう、ミステラ王女。アイビー王女って私と同じ第一王女なんだよね。そうね、私はイルシオン、あなたはソルムの。でもとても同じとは思えないわ。第一王女なのにこうまで違うとはね。そんなに私たちって違う？見た目も性格も正反対だと思うわ。どちらが良い悪いではなく、あくまでも違うということだけど。まあ確かにそうかもね。それに私は領地内を放浪しないし、野宿を体験したこともない。それってもったいないよ。野宿ってすっごく楽しいんだよ。私にはそうは思えないけれど。なら体験してみようよ、ミスティラと一緒にドキドキ野宿体験。どうして私がそんなこと。いえ、そうね、せっかくのソルム第一王女からのお誘いだもの、お受けするわ。やったー。じゃあいろいろと用意しておくから楽しみに待っててね。ありがとう、ミスティラ王女。野宿って楽しいでしょ。ミスティラ王女、観察眼はいまいちのようね。見なさい、今の私のこの姿を。他国の王女の前だというのに体がずっとガタガタと震えているのよ。どう見ても楽しい状態ではないわ。寒いの？もっと火をくべようか。寒くて震えてるわけではないわ怖くて震えているのよ。野生動物のことなら心配しないで。罠だって仕掛けてあるし、火を怖がって近づかないから。お化け、さっきあっちの方からすすり泣きのような声が聞こえて。お化け、お化けがいるかもしれないの。急に大きな声を出さないでごめんなさい。でも歌うと怖くなくなるよ。お化けそうそう、その調子。でもお化けが苦手なんて意外だったな。それは忘れて、もう二度と野宿はごめんよ。ミスティラ王女、野宿は貴重な体験だったわ。ありがとう。どういたしまして。それで何か私の弱みは見つけられたお見通しだったわけね。一応私も第一王女だからね。同じことを考えたよ。他国の王女の弱みを握れれば自分の国を守ることにつながるかもだし。私もそう考えて野宿に参加したわ。でも失敗。弱みを見せたのは私だけね。うんうん、お化けが苦手だったんだね。私が今回知れたのはあなたと私の違いだけ。一緒に朝日を迎えるまで語り明かし、両者にとても多くの違いがあることが分かった。ミスティラ王女はお肉が好き、私はどちらかというと野菜が好き。私は歌うのが大好き。でもアイビー王女は人前で歌うのは苦手。私は勉強が好き。ミスティラ王女は勉強よりも野山を駆ける方が好き本当に違いばっかりだったね。でもそんなあなたと一緒に過ごしたのは私はとても楽しかったわ。うん、違うのに楽しかった。違いは争いを生むこともあるわ。でも違いを楽しむこともできる。私はあなたと過ごしたことで第一王女として大切なものに気づけた気がするわ。私もだよ、アイビー王女。だからこれからも仲良くしたいねそうね、あなたの弱みも教えてくれたら考えるわ。むふ、仕方ないな。でもそうじゃなくちゃ不公平だもんね冗談よ。これからもよろしくね、ミスティラ王女。仲良くしましょう。
ソルムとイルシオンを滑る次期女王同士。うん、よろしくアイビー王女。